もしかしてあれじゃないかって、配信のスケジュール表じゃないかってね言ってる人が、私あの週1しかやんないんですけど、いたんですよ。だから私もね、あれちょっとね、作りたい気持ちあったから作りましたよ。見てくださいよ。ほら、今週のウィジュールです。本日9日に間違ってますね、これ9時からなのにこの中で唯一配信のイベント今日だけなのに時間間違ってるはい、これですね、あの本日配信、明日への締め切り。でももう9割終わってるんで、今日配信しても許されます。で、11日はスズメの戸締まりをしたいだけなので、ちょっと戸締まりできないかもしれない、でも戸締まりしたい。で、あの土曜日は歯医者に行って、日曜日はラフの締め切りを出して、で、月曜日は絵の聖書の締め切りがあって、で、15日があの先々週ぐらいに受けた健康診断の結果がそろそろ返ってくるんじゃないかなっていうね、感じの今週のウイジュールになっておりますはい、ということでね、いつ配信するかは分かりませんけれども、まあ、これの隙間とかにね、配信されるんじゃないでしょうか。まあ、私週1配信なので、今週はこれで終わる可能性が今日の配信で終わる可能性があるんですけれども個人スケジュールで草いや、だって書くことないんだもんVTuber の方は毎日さ、何時何々配信、何時何々配信って書いてて、マジで偉いよね歯医者頑張っていや、歯医者はあの定期検診だからね、全然大丈夫ですよ私は偉いのでね、歯医者定期的に行ってるんですよ。そう、お掃除とかしてもらってるんです。うん、まあ私がね、歯医者割と好きっていうのがあってもちろんあの歯科衛生士のお姉さんがすごい可愛くて好きっていうのはあるんですけれども、まあそれだけでなくね、なんか掃除とかしてくれて衛生的だし、あとやっぱこういうの貯めるのって良くないっていうか、行かないからね。そう、虫歯はほっとくと死ぬらしいんでね、皆さんもぜひとも定期的に行っていただけると幸いです紹介してよ。紹介はしません。はい